まあ大体わかりますよね。なんかまあわかる方いらっしゃいましたらお願いしますって感じなんですけど、まあ750人中5人ですね。まあそうですね、多分18年近くかなと思うんですけど、まあそんな感じです。そんなんじゃなくまあ1ヶ月これをやれば1ヶ月これだけやれば60万円稼げるってことです。ここまでちょっとね、僕もいろいろなコンサルティングしてますけど、ここまでやっぱり数字で表してあげないとなかなかモチベーションがね上がらないんで、家でやることは趣味ですから、はい、なので、こういう話をお話しさせていただきました。なので、まあ、ちょっとねキャッチコピー的に言うと、あ、ちょっと時間の話もしてなかったな。時間の話しますね。じゃあ確かにこれ大変で、これ大変だけどこれやれば分かる、これやれば60万かけるか分かった。ただじゃあ1日どれぐらいの労働すればいいのってところまでちょっと落とし込みますけども、大体これ、友達申請メッセージ送信15分ぐらいですか。多く見積もっても15分、フォロー、400人、大体20分ぐらいですね。ただメッセージ返ってきたり、フォロー返しをしたり、メッセージをね、こうやり取りする時間もありますので、その時間が、まあ、大体、じゃあ、切りよく、で、30分ぐらいなんで、まあ、35分、あ、25分ぐらいします。まあ、実際30分ぐらいです。まあ、15分と20分と30分ですね。これ合計すると、1時間、1時間5分、1時間5分です。作業時間。だこう考えると、1日たったの1時間で60万稼げる。っていうキャッチコピーが完成します。よくね、Facebook とかに書けるかもしれませんけども、1日たった1時間で60万円稼ぐ、まあこういう感じになると。ここまで落とし込めたらね、結構やる気出ると思います。1日1時間で60万稼げたらいいですよね、はい。まあ、こういう計算です。なので、何でもそうですけども、まあ、毎回ねこういう計算をしてほしいです。こういうなんか動画を実践するときとか、結果をもたらしたいときっていうのはこういう計算してほしいんですけども、これさえやれば、こうなるよっていうことを、まあ、分かっていただきたかったので、今簡潔にご説明しました。この計算式になります。では実際にどういうふうにやっていくのかっていうのを今から実践していきます。皆さんで一緒にやっていきます。まず Facebook のやり方ですね。Facebook のやり方は、昨日も同じことをしたんで、まあ、孫正義さんとか、例えばこういうフォロワーがいっぱいいる人、いいねがたくさんついてる人をまず狙います。でプラスアルファはやっぱり意識ちょっと高い人の方がやっぱりいいので、まあ、孫正義さんね、つぶやきとかタイムライン見てる人っていうのは、まあ、多少意識が強い人ですよね。まあ、名言とかね載せてくれてますから、私もよく見てますけども、そこで友達になってる人とか、いいねしてる人っていうのは意識が高い人です。なので集まっているところにアクセスしてます。例えばこう、いいねと言っていますって書いてあるじゃないですか。ここを押すと孫正義さんいいねって言ってる人がブワー出てくるわけですね。これ3万人います。この3万人の人に友達申請とメッセージを送っていくと、非常に単純です。まあ、例えばこの上からいきますが、まあ、ちょっと昨日も同じことだったので上から言ったらちょっとあれですけど、まあ、この辺をね、おすすめは、まあ、Mac であればコマンドを押しながらクリックすると別タブで開きますので、何とかね開いてもらって、
で、まあこんな感じで、で、まあ友達ポチメッセージポチと押してやっていくわけです。で、これで友達申請20人ポチ、友達をポチって押すだけは20人友達押さ、友達も押さずにメッセージをする人も20人です。で、40人です。これはあの実際にですね、この数っていうのは実際にいいねしてもらってる数とか、あのシェアしてもらってる数とか、その結構 Facebook ってポイント制なので、あのその人によります、この限度、限度っていうのは。あんまりやりすぎるとあのブロックがかかってしまうので、自分のアカウントの限界を探りながらやっていってほしいです。ただ、まあ、300人友達が100から300人で、まあ、これいけるとは思います、僕の経験上。そんなに多くなくてもこの2つは多分20人20人ぐらいできます。無理そうだなと思ったら10人10人とかに変えてください。で、友達だけ、友達だけをクリックするパターンは別に何もしなくていいんですけども、メッセージを送るパターンですね。で、これ先ほど入っていただいた SNS グループ、SNS 拡散グループの LINE をちょっと見ていただきたいんですが、その LINE グループの、ノートに、テンプレートが入っています。こんな感じでファーストメッセージを送るっていう感じですね。これ私のやつですけども、まあ、これを改造して送っていってほしいです。まあ、だから最初からね、あのよくありますけども、私アフィリエイトやってます教えましょうかとかじゃなくて、普通に友達になりましょうっていう感じで文章を送ってほしいです。で、普通にこうコミュニケーションを取って、最終的に紹介していくっていうような流れですね。で、テンプレートの全容としては、まあ大体こんな感じです。まあ、あのこのね、あのフェイス、あのツイッターグループにどんどんこれあの載せていきますけども、メモのところに、まあ、大体こういう順番で一応テンプレートがあって、僕はこの順番で大体やってます。ただまあこれ人によって違うので、あくまでも定型文ですから、まあコピペしないようになるべくやってみてください。まあ、流れで言うと、まあ、普通にこう知り合いになって、まあ、ビジネスしてるのかどうか聞いて、で、まあこのパターンはちょっとあの、ね、実際にリアルに会うっていうパターンですけども、ここで、いろいろ、ね、コミュニケーションをもう少し長く取って、で、その後に、なんか副業や、まだ副業、最近はね副業に取り組まれている方多いと思いますけども、あのやってらっしゃらないんですかとか、私はやってますけど、私はやってますよみたいな話をしたりとか、それで、あ、まあ興味はあるんですけど、なかなかあの思い切りができなくてみたいな話をしてきたら、あ、そうなんですねって、私のね、よかったら私の今習っている先生がすごいいい方なんで、よかったら紹介しますよみたいな、まあ、そういう流れにしてほしいと思います。これはちょっとね、あの僕の創業当初のテンプレートですので、ちょっとあの意味は違ってきますから、あの後で LINE のグループの方に、まあ、これ専用の、先ほど皆さんもおっしゃいましたけど、まあ、これ専用のテンプレートをちょっと改造して作って、まあ、入れていきますので、その辺はご安心ください。ということで、まずちょっとね、実践をしてほしいと思います、この場で。まず、まあ、ちょっとメッセージはちょっと時間があるのであれですが、まずFacebook を開いていただいて、友達申請をとりあえずしてみましょう。あとはこの後 Twitter の方もフォローのやり方と、フォローの返し、フォロー返しからのメッセージの方法を少しやって、もう終わりにしたいと思います。質問してもいいですか？はい、どうぞ。あの Facebook のメッセージのアルゴリズムが特別変わっていて、はい、その何ですかね、友達でない人にメッセージを送ってもメッセージが表示されないっていうふうになってると思うんですけど、はい、それは構わず送るっていう感じですか？そうですね、一応送信されない
っていうわけではなく、多分メッセージ迷惑フォルダに入っちゃう。そうです、迷惑フォルダに入っちゃう。それは確か昔からなんですよね、実は。で、いや、そうなんですけど、はい、ただ、ちょっと僕も昔の迷惑フォルダとちょっと比較をしてないから何とも言えないんですけども、友達になってない本当に表示がこう全然こうされにくいこう振り分けになっているっていうふうに僕は細かく確認ができてないんですけど、はい、聞いてるんですか。ああ、どうだ。なのでそこはどうなのかなとちょっと思ったんですけど、それもし全然うまくいかないのであれば、もう本当に友達申請クリックだけするしかないですよね。まあ実際 Facebook の仕様ってよく変わるんで、実際ね、これといって明確な答えは出せないです。僕も一応私も、ね、Twitter とかブログとか Facebook の、ツールってよくあるじゃないですか。あるいはプログラマーさんと一緒に共同で作ったりとかしてるんですけど、システムを。 Facebook は本当に難しくて、なかなか開発まで至らない部分があるぐらい Facebook ってちょっと難しい部分があるんで、なんとかその友達メッセージ、友達申請とメッセージ送信をこううまくロックがかからない程度に、もう自分のアカウントとなんかこう相談しながらやっていくっていうしかないのはありますね。ちょっと僕一回メッセージ送ってみましょうか。なんかあとロックかかっちゃった場合って、はい、周りにも何名かいるんですけど、はい、なんですかね、なんだっけ、運転免許証を送るとかすれば解除されるものなんですか。されます。僕も10回ぐらいロックかかってます。じゃあその辺は例えば僕のアカウントで、はい、20人までいかなくて10人でロックかかっちゃったっていう場合は、まあ、それはそれで対応して、はい、例えば1回解除してちょっと次は10人落とすとか、そういうことです。そうですね。で、まあね、とりあえず孫正義さんでもいいので、とりあえずアクセスしてもらって、まあいいねと言っていますってところ、この部分ですね、ここをクリックしてもらうと一覧がバッと出ますので、ここの人たちにちょっと、まあ、とりあえず友達申請10人ぐらいを送ってみましょう。まあできればこのバイナオプションやりそう、わからないですけど、やりそうな人がいいです。なんかでもめちゃくちゃいっぱい送って反応見てるとちょっと分かるようになってくるんです。大体どんな感じのアカウントの人がどういう感じの性格の人かっていうのは若干分かってくるんで、まあ、そういうのも、ね、考えながら、名前はめんどくさいですけど、ちゃんと入れて送らないと機械っぽくなっちゃうんで、またこれかって無視されちゃうんで、とりあえず送れることは送れるんで、まあ、やってみてください。で、メッセージだけ送る人は友達になるボタンを押さなくて大丈夫です。友達になってくださいってメッセージを送ってるんで、いいですよって返信が来てからの申請で大丈夫です。友達だ、このメッセージを送る人が例えば20人やったとしたら、次は、これを押すだけの人を20人ってことです。数をなるべく多い方がいいんで、まあ、こういうふうにしてます。友達申請を押してさらにメッセージを送っちゃうと、なんか1人の人に対してポイントが一気に多分30ポイントぐらい使うんです。なんかメッセージ送信で10ポイント、友達申請15ポイントぐらいだと思うんですね。ポイント制なんですよ、なんか Facebook って。最初に自分の持ちポイントがあって、送るたびにポイントが減っていく。で、マイナスになって、マイナスを過ぎすぎると、ロックが変わっちゃうっていうアルゴリズムらしいんで、なるべく分散させるっていうために、友達申請ポチポチ押すだけの人が何人、メッセージを送る人だけの人が何人っていうふうに分けた方がいいです。でね、とりあえずじゃあ、10人ぐらい友達ポチポチしてみてください。ちなみにその友達ポチポチとメッセージを分ける理由ってのは
何かあるんですか。例えば友達申請だけ50人とか、はい、メッセージ送信だけ50人とかっていうわけじゃないんですか。そうですね、僕がその友達ポチポチも50人とかできやると止まるんですよ。あ、いや、どっちかだけ、はい、友達申請とメッセージの両方やるってことじゃないですか。はい、両方トータルでの面人数で40人をやるわけですよね。じゃなくて友達申請だけ40人やって1日を終えるとかではなくて、そう分けてる。ああ、はい、なるほどなるほど。そっちでも全然大丈夫ですね。だからその総数やればそう、アカウント次第って感じですね。私は創業の 時は僕はメッセージだけをやってましたけども、なんかこう友達申請とメッセージ、なんか、ね、メッセージの方がポイント減るんですよ確か。これがマイナス15だとしたらこっちは10ぐらいです、確かマイナスが。なのでただ威力があるのはメッセージなんですよ。なんかしなきゃ、なんか何もせずに友達押されてもなんか無視するじゃないですか、大体。でもメッセージを書いて友達になってもいいですかって、ご丁寧にありがとうございますって大体みんな返ってくるんで、だから協力なのはこっち、でも消費カロリーが多いのはこっち。いや、本当はメッセージをやりたいんだけどポイントがなくなっちゃうから。そうそうそう、そう、ね、あ、そうです、そういうイメージです。なのでせめてちょっとこっちちょっとやるみたいな、そういうイメージですね。そこはちょっと自分のアカウントと相談しながら、やっていく形になります。もう一個ですか。はい、 Facebook ページじゃなくて自分のアカウントでやるっていうのは何かあるんですか。上限5000人ですよね、はい、友達が。そうすると新規の人って貼らなくなっちゃうので、その時どうされてるのかなと。そうなってから Facebook 作った方がいいと思ってます。あ、わ、ま、満杯だったら。はい、 Facebook ページっていうのは孤立してるものなんで、自分からこうプルができないんですよね、うん、Facebook って、まあ、ちょっとアメブロプッシュができなくて、アメブロと同じような感じなんですよ。要はその自分からこうやっていけないっていうか、アメブロはまだペタとかいいねとかがあるんでまだいいんですけど、これほとんどホームページとなってるんですよ。なんで自分から他の人にいいねしてみたりとか、自分からアクションを人に起こすことができないものなので、広告をかけるしかないですね。実際はこれよく言うんですけども、 Facebook 広告って広告を出すっていう欄があるので、広告を出した方が逆に早いです。 Facebook ページやりたいのであれば、まあ、なんかね、これもいろいろノウハウあるんですけど、まあ、大体10万円ぐらい広告をかければ3万とか5万人ぐらいいいねしてくれるんで、そうすると記事をちゃんと更新すれば、コラムとか書いたりすれば、ホームページみたいな感じでもっといいねが拡散されて、なんか収益か、なんか何か売れたりとかする可能性は非常に高いです。まあ、その辺はもし逆に Facebook ページ使いたいのであれば個別に相談していただければ、そのノウハウも、まあ、プロももちろん僕の友人にいますし、教えることができます。はい、まずは個人の方ですね。手間がかかるし、お金と手間がかかります、広告の方は。まあ何でもそうですけど、手間をかけるかお金をかけるかでビジネス決まると思いますので、まあ、とりあえず、お金をかけずに手間をかけるという方の戦略です。最終的には両方やると相乗効果が生まれますので、そこまでなるべく頑張っていただきたいと思います。Twitter の方を最後にちょっと時間があれなんですけどやってしまいたいんですが、さっきフォローを400人やると大体70から100以上返ってくるって言いました。一応まあ証拠としてはこんな感じ、実際に、昨日かな76人返ってきてます。あ、そうですね、76人のフォローしました。これはこの人たちが私にフォローしてくれたっていうやつです。これは400人やったんで76人返ってきてます。でこの人たちをどう判別するかっていうののやり方なんですけども、ここにフォローがありますね。これは自分がやった方です。でこれは、フォローしてくれた方なので こっちを押します。そうするとこうやってブワーッとフォローしてくれた人たちが出てきます。で基本的に、例えばこれ RK さんいらっしゃいますね。この RK さんは今日の最新の人です。フォロー返しをしてくれた、自分のことをフォローしてくれた一番新しい方で、明日になったりこの上にフォローが重なってくると、この人がどん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 下に行って、また次の新しい人が一緒にされるんですね。なので、
この人をさえ覚えてくれるんです。で、この人が下がったら、次の日また開けた時にこの人を探して、こう下までスクロールしてこの人がいたら、この人の上の人からメッセージを送っていくという流れですね。なので、今言うとこれ、例えば昨日だったら、確か残すの忘れちゃった。例えば僕の昨日のこの一番上の人がこの人だったとします、RR さん。この人だったら、例えば僕の場合だとこうやってスクリーンショットを撮っておきますね。RR さん、スクリーンショットを撮っておいて、撮っておけばこういうふうにストックできますね。そしたら次の日、メッセージ返そうと思ったら、これ開いて、あ、RR さんだったと思って、今日はここですから。今日は RK さんですよね、一番上が。RR さんが下がってしまっているわけですから、RR さんを探して、あ、昨日この人が一番上だったなと思って、じゃあこの上から。ってことで、こういうまた、こうやってね、レッズウィンドウを出して。で、この人たちに対して、ここにね、あのメッセージを送る、ダイレクトメッセージを送るやつがありますから、ここで、フォローありがとうございます。ね、これからよろしくお願いしますみたいな。これもうここからはまた Facebook と同じですよね。まずはコンタクトを取って仲良くなって何かを送ると、この流れは同じです。フォローの、Twitter の場合はフォローを返してくれたわけですから、フォローありがとうございますっていうふうに言って、で、まあ、なんかビレされてますかっていうコミュニケーションから入るということです。このメッセージの感じで分からないことはある方いらっしゃいますか。はい、質問なんですけど、はい、まあ、結構アカウントによって、はい、今あるんですけど、見込み客さん、はいはいはい、はい、こういうのにも送りますか。あ、こういう人ですね。まあ、送らなくていいです。全然送らなくていいですけど、僕は逆に送るか送らないか判断するのがめんどくさいんで、僕はもう全部にコピペで送っちゃってます。まあ、フォローする時も、ね、あのこの人フォローしなくてもいいんじゃねって思う時ありますけども、それも僕は全部やっちゃってます。逆にめんどくさいんで、なんか精査してる時間がめんどくさいんで。で、これも最後ちょっとだけやっていきます。またここで、孫正義を検索してください。孫正義を検索すると。孫正義を検索したら、またこういうふうに出てきますね。で、孫正義を押す。で、すごいですね。2万、あ、違う、200万か。2000万人のフォロワーがいます。で、ここに、あ、じゃあ2000万人フォロワー、もうここクリックすればいいわけです。そうすると、孫正義をフォローしている、意識が高い人ですね、また、が2000万人出てきます。だこの人たちをこう、もうひたすらこうする。こうやってやってきます。で、パソコンだとめんどくさいですけど、スマホだとめっちゃ簡単にポッ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 ってやればいいだけなので、でも移動中とか通勤中とかでもできますし、空き時間にフォローバーってできます。で、これもフォローバーってやって、これも同じですね。またそのまさやして次の日もフォローするんだったら、また一番最後の人をスクリーンショット撮って覚えておくと。で、その下の人たちからやったり、その上の人たちからやったりっていう、その被らないように、どん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 フォローしてて返してくれる人にメッセージを送ると。こういうめちゃくちゃ単純な作業です。で、よくね、ネット企業塾みたいなので、こういうのを勝手にやってくれる自動ツールとかよくあると思うんですけども、それを使うと400人できないんですよ。Twitter が嫌がってるんで、規制がかかってしまいます。フォローツールとかをやると、1日100人ぐらいしかできないです。ツール使うと。これは手動の特権ですね。400人できるっていうのは。一回他のサーバーを、ちょっとね、マニアックな話になってしまうんですけど、一回他のサーバーを返して Twitter でアクセスしてるんで、あのね、Twitter の、なんですかね、API っていうところがあるんですけど、そういうそのロボットが、ちょっと、何みたいな、ちょっと、やめてよみたいな感じになるんで、凍結したり、よく凍結リスクとかありますけども、ツールを使うと凍結します。でも、手動でやれば全く問題ないので、手動で、やってみてください。400人超えると、はい、やっぱりできなくなっちゃうんですか？いや、いけます、多分400人以上。ただ私の、やってる感じだと400人までしかやったことないです、逆に。なんかそれ以上やって、
もう凍結したことはないんですけども、一応400人でやってます。で、まあ私の場合は自分ではやってません。もうあのアルバイトにやらせてます。まあそういうあの、ね、経済力ある方は、まあ、そういうパターンでやってもらっています。一応まあね、あの Twitter の自動ツールとかって、2、3万で売ってますけども、まあ、それよりも、まあ、月に2、3万円で人雇った方が僕はいいかなと思ってます。まあそんな感じで、まあ、Facebook、Twitter、まあ、これだけこれさえやればね、今いろいろ話しましたけども、これさえやれば60万円ぐらい稼げるって考えたら、1日1時間ね、スマホでフォローポチポチするだけで、50万円稼げるってめちゃくちゃいいじゃないですか。メッセージしてね、コミュニケーション取るだけで。なので、このね、Twitter と Facebook、ぜひ、やってもらって、で、時間による余裕のある方、あと、これからね、この将来を見据えてちゃんと書けそうだなって思う方は、アメブログ、全部ちゃんとね、更新していただきたいと思います。で、質問などは、LINE、グループで質問していただければ、直接お答えしたり、テンプレートをね、お渡ししたり、今日のセミナーも通ってますんで、また送りますんで、復習してもらったりっていうふうにしてもらえればなと思います。はい。それでは最後ちょっと急ぎになってしまいましたけれども、今回のセミナーを終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。